今日はリーメントの推しのいる生活を開封していく。これを見ているオタクの君、君ならどれが欲しい？それでは1箱目開封。8のライブ余韻に浸る日々が当たった。アイドル名は B-BOYS。まずはシール。CD と DVD。DVD の箱とペンライト。ツアーグッズの T シャツ。DVD プレイヤー。まずシールを貼っていく。え、5大都市回ってるじゃん。次はペンライトのシール。ちぐはぐ歌ってそう。1枚は DVD プレイヤーに入れてみる。次は2箱目開封。この推しのためなら西へ東へ。これは遠征だね。あ、私の推し人形。紫ヤッシオセフトゼン。この子の特技モノマネ似てないんだよね。まずは遠征といえばこれ、キャリーケース。ちゃんとここも引き出せる。シールは携帯の画面とモバイルバッテリーのシール。早速モバイルバッテリーにシールを貼っていくね。迷う。とりあえずおシフトしにしよう。次は手帳型のスマホ。自分の推し専用赤のツイッター画面かチケット当選画面か。やっぱりこっちだよね。イタアカじゃないんだからね。グッズ交換。求め推しグッズ譲るバイト代。これ聴診器かと思ったらイヤホンだった。そして推し縫いキャワすぎ。やっぱり推しの顔面つよ太郎に張り替えよう。オフオフ。
ごめん、変な笑い方しちゃった。よし、すべて詰め込もう。僕を知っているのかな？